はいこんばんばは、えー、ここのところをですね連日木原官房副長官のね、えー、この疑惑の問題を取り上げているんですけども、えー、本日はですね、えー、この木原官房副長官のですね問題の本質というのは一体どこにあるんだろうかということをですね、えー、話してみたいと思っています。まあ、結局ですねこの木原さんという人間は一体何者なのか。 ということですねこれねまあその行状はですねはっきり言ってまあいわゆるねインテリヤクザとね全然変わらないんですよねうん、えー、だけども、えー、一体ねそれにねキアラーさんの問題というのは尽きるのかということですねこの文春にとってはねあのネタにはねそういう意味では困らないと思いますねだけどもとにかくねそういうこの文春のね あのお話をですね、えー、軸にして、まあ、いろいろお話をするとねまあそんなことよりも、えー、政策問題をもっとねやってほしいというね、えー、人もいるわけですよねだけどねまあはっきり言えばですね、えー、そういうふうに言う人は、えー、この政治の問題についてねあまり深くはね考えていないと思いますね僕はね、うん、というのはこの木原さんという人はですね この政策以前にですね、政治をやる資格がない人なんですよ。ね、そこのところをねまずね、あの深く考えないと日本の政治そのものはですね、もうこれはね一歩も前に進まないんですよ。ね、この政治というのは、ああこれはですね、もう誠心誠意その政治にですね、えー、一生懸命取り組む人でなければダメなんですよ。 ねうん、木原さんのようにですねまあ言ってみれば片手間にですねやるような人はあるいはねこの政治の他のことに気を取られてですね、えー、政治にね正面から向き合うことができないとそういう人はねもう政治をやる資格がないんですね。うん、で僕はねとにかくね誠心誠意という意味では、えー、これ自民党よりも野党の方が えー、そういう人がね、つまり誠心誠意ね、えー、政治に向き合ってると。そういう人がね、多いと僕はね、これまでの経験から言って思いますよ。ね。うん。この木原さんという人はね、これ自民党の象徴だと思うんだけども、毎晩のようにですよ、銀座、六本木、まあ、特に銀座ですね、銀座で豪遊しているわけですよ。ね。えー、女性をね、10人も20人もはべらせてですよ。ね。 銀座で、えー、ね、えー、飲む、飲むとですね、えー、これはね、もう常識でわかると思いますけども、まあ、リーズナブルなね、えー、リーズナブルな店だって、チャージ料が1万円をね、いいかなことは、まずありえないじゃないですか。ね。ところで、座るだけで1万円ですよ。ね。うん、そしてそこに、女性を10人も20人もね、はべらしたらですね、100万、200万、300万なんて、あっという間に飛んでいっちゃうわけですよ。 ねうん、でねその木原さんをね毎,毎晩ですよ、ね、毎日いい午後の6時になるとですねそわ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 してくるわけですよ鑑定でね、うん、でそういう人がですよ政策を考える余裕があるのかということですよ、ねうん、もっと政策の話をやられたってそういう人が考える政策ねこれね 真面目に考える気がしますかね。まずね。うん。そういうことですよ。ね。そしてそういう木原さんのね、えー、この木原さんが当人するそのお金というのは、100万、200万、300万、一体どこから出てきているのかということですよ。ただより怖いものはないってよく言うじゃないですか。ね。必ず裏があるんですよ。ね。えー、そこで木原さんにはね、その黒い交友録とかね、 まあそういうことがしきりに言われるわけですよ。ね。うん。これが日本の政治をやった日にはですよ。一体どういうことになるのかですね。ね。だから、まず、ね。政治の話をするには、その政治に至るまでの資格の問題を話そうじゃないですか。それをしっかりしなければ、政治の話なんかできるわけがないじゃないですか。ね。うん。ということでね。 まあ木原さんんののねねねね問問題題ででですす、ね、これ木原問題の本質を、ね、今日は喋ろうと思ってるんですよ、ね、でまずね、その前にね、一番最初にね、まずうお伝えしたいのはね、これ各マスコミの世論調査結果ですよね。世論調査結果。でね、えー、っと、これはね、17日月曜日ですね、これ、ブルームバーグがですね、ちょっとまとめる形でね、書いてるんですよ。えー、っとね、 岸田内閣支持率下げ止まらず、えー、マイナー対応など響くこのマイナーカードですねその対応など響くということですねまずねえー、っと朝日新聞の例を取り上げてるんですよねこのブルームバーグの記事ではね、えー「岸田文雄内閣支持率の下落が続いている朝日新聞が17日に報じた世論調査では前回6月調査から5ポイント下落の37%となり 四月調査以来の三十パーセント台に落ち込んだ。下落は二ヶ月連続。不支持率は四ポイント上昇の五十パーセントになったということなんですよね。うん。でね、えー、この朝日のね世論調査結果についてはね、昨日ね僕がその一気満足で伝えたんですけども、まあねあのそれに加わこれに加えてね、この女性のね自民党支持率がなんと 9%減の24%というですね、驚くべき事実もね、あったわけですよ。まあ、そのことをね、えー、まあ、中心に伝えたわけですけども、まあ、これはもちろんね、えー、まあ、えー、これを出してからね、いろいろ指摘があったんだけども、確かにね、LGBT 法に関するですね、この女性の反発ですよね。うん。それもね、あのー、そういう指摘があったんだけども、確かにそれもあると思うんですよね。だけど、やっぱりね、 木原さんのスキャンダルっていうのはこれがね非常に女性に響いたとと僕は思いますね、うん、非常に大きいと思います、ね、そしてねこのブルームバーグの、ね、記事はねさらに共同通信のね、世論調査結果にね影、えー、を呼んでいるんですよで共同のね調査でもおやっぱりね同じ時期に調査した結果前月より現前月より6.5ポイント下落の なんですよね、うんそしてここでもやっぱりね原因はマイナンバー問題だということですねそれからねブルームバーグはさらに産経新聞と FNN ですね、えー、そのテレビネットワークですね、えー、これの合同世論調査に触れてるんですよね、えー、でその結果もですね内閣支持率は3か月連続で下落 でえー前,えー、前月、6月のお調査に比べて4.8ポイント減少の41.3%ということなんですね。うん。まあとにかくね、えー、世論調査、各社ともですね、岸田政権のお支,持支持率下落が、えー、下げ止まらないということをね、伝えているわけですよ。ねえー、そしてね、この下落ということで言えば、 支持率の下落ということで言えば、まずね、一番最初にね、えー、っと、えー、今月ね、えー、7月13日かな、えー、この時事通信の世論調査、これがね、えー、非常に大きかったんですよ。ね、というのは、えー、っとね、これはね、えー、なんとですよ、えー、内閣支持率、時事通信の世論調査では30.8%というですね、 まあ、とにかく低い数字が出たんですよね。うん、低い数字が出た。3 0トあ、セン8ですね,ね、えー。これがね、非常に話題になったんですね。とにかく20%になると、もうとにかく危険水域だということですよね。内閣はもう持たないんじゃないかということですね。まあね、それをね、あのー、なんていうかな、あのー、さらにね、えー、このフラッシュがですね、 えー、さらに別の方式もね。伝えてるんですよ。これはねえー、7月13日のフラッシュなんですけども、青木の法則っていうのを出してきてるんですよね。青木の法則。まあ、これはね。まあ、一部ではね、えー、一部ではちょっと有名なんですけども要はですね。えー、っと、これはね。元参議院議員の青木美幹夫さんっていう人がいるんですよね。で、その人はまあ、経験に基づいてえー、こういう公式ね、えー。こういう法則を出してるんですよ。 つまりね、内閣支持率と政党支持率を足して50、50%を切ったらもう政権持たないっていうね、そういう法則なんですよ。ね。うん。これね、えー、っと、今ね、この g 通信のね、g 通信のおこの数字に基づ,き基づきますとですね、えー、岸田内閣ですね、その支持率が30.8%。 だったですよね。でね、えー、自民党支持率は23.6%なんですよね？なのでね。両方足すと54.4%なんですよね。元も相当な、ね、危険水域に近づいてきてるんですよね。うんで、これフラッシュがね。あの過去の例を出してるんだけども、まずね。2009年に退陣した麻生内閣ですね。これはね nhk の世論調査によれば。 両方を足してなんですよねこれはもうアウトということですよね。それから2012年に退陣した民主党の、ね、野田内閣ですね。これが NHK の調査で53.9%。ねこれもギリギリですよね。それから、えー、ちなみに2020年9月に退陣した安倍内閣ですね。これはね69.5%。69. のまあまあありましたよね。 で2021年に退陣した菅内閣。ね。菅内閣も人気最後なかったですよね。それでもね、67.6%だったんですよ。ね。うん、ちょっとね、驚くようなね、高いね、数字ですよね。うん。で、これね、ちなみにですよ、岸田内閣がどうかといえば、ね。えー、これ g 通信の調査では、足して54.4%ですよ。ね。うん、これ内閣支持率と、 自民党支支持持率、支持率ですねでね、朝日新聞の調査によるとですねこれ内閣支持率が37%で自民党支持率がねぐっと下がってですねこの女性によってね28%なので足して65%なんですよ。ね、で65%というとこれはね最後の安倍内閣とか菅内閣よりも下なんですよ。ね、そうするともう危ないっていう話じゃないですか。ね、 そして g 2信の調査に基づけば野田、野田内閣と麻生内閣に近いわけなので、まあ相当の危機ラインにね、え来たということなんですよ。ね。青木の法則に基づいても、ね、相当ね、これはもう危機ギリギリだということですね。うん。でね、どうしてね、岸田内閣ですね、こんな風になっちゃってるのかということですよね。で、これはもうね、 もう、もう、みんな一致すると、一致すると思うんだけども、まずね、政策がね、もうグダグダですよね。グダグダ、マイナーカード、ね、少子化対策、みんなグダグダじゃないですか。ね。評価されている政策が一つもないということですね。そして、さらにそれに輪をかけて、岸田さんが説明能力ゼロですね。質問と答えがかみ合わないですね。これどういうことかというと、 質問の意味がわからない無能力なのか、あるいはわざとね答えはぐ、答えをはぐらかそうとしているね、そういう不誠実な態度なのか、ね、どっちかということですよ。つまりは無能力なのか不誠実なのかどっちかということで、これじゃ指示されるわけないじゃないですか、ねうんで。僕はね、とにかくね、岸田さんの喋り方ね、これ聞いてるとね、はっきり言ってね、 言葉の本当の意味がね分かってるのかというふうなね考えにとらわれるんですよね。うん。ということはね、これ何を意味してるかっていうと、はっきり言ってですよ、政治の世界ではですね、これね、言葉の意味が分からないということは、政策の本当の意味、それをね分かってないということと同じなんですよね。うん。で、実を言えばこれは、自民党政治家に共通している、共通して、 言えることなんじゃないかと、と僕は思うんですよ。ね。あというのはね、これね、日刊現代の記事ね、えー、次に紹介したいと思うんだけども、7月12日の日刊現代の記事でね、こういう記事があるんですよ。ね。えー、っとね、<laughs> 見出しがね、岸田やめろトレンド入り。九州豪雨そっちのけで外遊。ね。えー、というようなことですね。 のね、最初の方最初の方だけ読んでみるとねこう書いてあるんですよやっぱりこの人たちの頭の中はいつまでも赤坂自民党のままなじみ赤坂自民党のままなんだよ12日午後ツイッターで岸田やめろとの言葉がトレンド入りした福岡や佐賀大分の3県で豪雨被害により複数の死者,死者や行方不明者が出ている状況の中 夫婦で外遊に出かけた岸田文雄首相に対する怒りの声だった。ということなんですよね。これ岸田さんね、これ九州でね、まあ、ね当時九州、今東北ですよね、秋田県とかね、うん、豪雨が続いてこれだけ被害が出てるというのにですよ、ね、NATO、NATO 関係ないじゃないですか、ね。北大西洋条約機構、大西洋ですよ。ね、その首脳会議にわざわざ、ね、 いわゆるパートナー国。ね。何が嬉しいのか、パートナー国として参加するために、ね外国。ヨーロッパに向けて出てるんですよ。ね。うん。これ、ふざけた話じゃないですか、これ。ね。そしてね、この日刊現代の記事は、ね、その岸田さんにね、あの、と対照的な例として、イタリアのメローニ首相というね、人を取り上げてるんですよ。ね。そこを読んでみるとね。 メローニ首相といえば今年5月、広島市で開かれた G7 サミットに出席していた最中、北部エミリア・ロマーニャ州で豪雨災害が発生したため、急遽滞在予定を切り上げて帰国、災害対策の陣頭指揮に当たったと報じられた。ということなんですよね。ああ、これは全然違うじゃないですか。ね。ああ、片やね、メローニ首相ね。 もう G7 サミットですよ。それを切り上げて急遽、ね。災害対策の陣頭指揮に当たるために帰国。ね。一方で、岸田さんどうか。ね。そんなの知りませんよってことでね、ね。早速ヨーロッパに向かって、バイバーイっていうことでね。これ何か思い出しませんかっていうことですよ。で、何を思い出すかといえば、2018年7月に西日本の豪雨災害ですね。大変なことはありましたよね。 この時に、東京・赤坂の議員宿舎で、自民党国会議員による、ね、主演、酒の宴ですね、赤坂自民邸が開かれて、ね、もう国民から大品種を買ったということなんですよ。そしてこの赤坂自民邸でね、まあ、20人ぐらいのね、自民党議員がですね、顔を赤くしてね、乾杯なんてやってましたよね。で、そのど真ん中にいたのが、 安倍ささんんと岸田さんですよ、ねうん、これ本当に恥ずかしい写真ですよねこれね、うん、今でもねもちろん見ることねできますけどね、うん、で岸田さんという人はねそのことはね全然頭からね抜けちゃってるんですよ、ね、なのであのー、とにかく豪雨被害があろうとですよこれ2018年に赤坂自民邸で あれれほど批判されたのにですよねもうねえー、とにかくこれから豪雨ですねまあその時ももちろん九州豪雨それから今も東北の豪雨ですね災害が大変だという時にねそんなの知,知るもんかって感じでヨーロッパ行って行ってですよ何の関係もない NATO の会議に出てです出てですよねふざけんなって話じゃないですかね <laughs> そしてね、とにかく写真といえばですよ、思い出すのはね、岸田さんの長男の岸田翔太郎さんのね、この官邸でのゃ着写真ですよね、うん。去年の大晦日かな大晦日にね、親族でのね、組閣写真なんて言ってるですよ。まあ、この赤じゅうたんの上でね、組閣の時に記念写真と撮るところで、親族が集まってね、まるで組閣写真を撮ってる。そしてそのね、 えー、当時の首相秘書官であった岸田翔太郎さんがね、まさに首相の位置に立って、ねそして写ってるというですね、こんなことやった。ねでこれをね、もともと考えればですよ、これはね、ひどい公私混同なんだけども、ねもっとひどい公私混同というのはですよ、まさにその岸田翔太郎さんという息子をですよ、首相秘書官にするというね、 この時代錯誤、甚だしい公私混同ですよ。ね。こんなこと現代でやってるね、ね国ありますかこれ。ね。うん。まあね、えー、いろいろね、トランプの事例とかね、いろいろあげるかもしれないけども、じゃあね、それやっていいのかっていう話ですよ。ね。そういう人は。ね。それを褒めて与えてるんですかっていう話ですよね。うん。 僕はね、その話を聞くたびにね、本当にね、あの、怒りを覚えますね。うん、本当に怒りを覚えますよ、うん。現代のやり方じゃないですよ。ね。うん、ねで、そういうね、公私混同の極中をやっておきながらですよ。岸田さんはね、批判の声なんかまるで耳に入らないとね、言ったね、感じでしたよ。これ相当ね、僕岸田さんね、鈍感ね、鈍感さ極まる人だなと思うんですよね。 現代の政治家とは思えない衝撃的な鈍感さあると思うんですよ。ね。でね、このことを感じている人は僕はね、少なくないと思うんですよ。そして、えー、岸田さんが首相になってですよ。時間の経過とと,ともに、それがどんどんね、増えているんだと思うんですよね,、うん、ね。だからね、その鈍感さがね、よく現れているのがね、これはね、まさに、えー 豪雨被害なんか知るもんかいバイバイと言って NATO に出かけたねその足でですよ、えー、ウクライナのゼレンスキー大統領とね会談しようとしたその天末ですよこれ、ね、フラッシュの記事になってるんですよね7月16日のですね見出しがこういう見出しなんですよ岸田首相ゼレンスキー大統領と会談できず赤っ端帰国も早くも中東へ豪雨続く国内軽視に高まる不満 ということですねこれどういうことかというとねこれねえー、っとうんまあ政治、えー、これね、えー、新聞のね政治担当記者これ新聞だと思うんだけどなうん政治担当記者ですねそれがねこういう解説をまずしてるんですよ。支持率が急降下する岸田首相にとってマイナンバーカードのトラブル防衛力増強や少子化対策に向けたの財源確保など 問題三席の国内政治で支持率を挽回する余地はありません。G7 広島サミットでの成功体験が成功体験がある外交で稼ぐほかないのです。ということですね。そしてね、えー、その外交で稼ぐ得点のその目玉ですね。その一つがウクライナのゼレンスキー大統領との、ね、首脳会談だったんですよね。うん、これはとにかくねまあ、えー、絵になるじゃないですか。 写真にななるじゃないですかそしてね、まあ、5分間でも10分間でもね首脳会談すればね、えー、これ緑多いね首脳会談であったとかなんとかねこれやるんだけども、まあ、ところがねもう時間がなくて首脳会談ができませんということになったわけですよ、ね、そしてね会談じゃなくて懇談にしましょうということですねまあこれ懇談というのはどういうことかというとねこれ立ち話ですよ要するにね立ち話、まあ、ちょっと挨拶 うんね、やどうもっていうね、それで終わりですよ。ね。それでもね、これね、まあ、あ霞ヶ関用語というか、永田町用語というかね、そこではね、そのやどうも、いやいやいや、これだけでも混乱になっちゃうわけなんですよね。うん、これはっきり言ってね、えー、この記事にあるように、赤っ端ですよ。赤っ端。ね。うん、あれだけですよ、えー。広島サミットのね、あのー、ホストとしてですよ。 ゼレンスキーをわざわざね、あのー、ね呼んでおきながらですよ、自分が、ねえー、ヨーロッパ行ったらですね、ねえー、まさに、えー、このおー NATO の、ね、場でですよ、まさにゼレンスキーにドタキャン食らっちゃってるわけですよ、ドタキャン。ね、うん、こんな恥ないじゃないですか。ねで、ほか、ゼレンスキーは他の首脳とはね、やってるわけですよ、会談をね。うん やってるわけ,でわけですよ、しっかりと。それだけね、岸田さんってのは、全然重みを置かれてないんですよ、ねで。考えてみてくださいよ。そもそもですよ。戦争をやっている国の大統領に対してですよ。ねえー、これでっかいね、これはまあ広島特産かもしれないけども、でっかいしゃもじかなんかを送ってですよ、ね。これには必勝の意味があるんですってね。高校野球やってんじゃないんだっちゅうんですよ。ね <laughs> ね、夏の甲子園はでっかいしゃもじでね、えー、カットバセカットバセでやってんならいいけどね、そんなことやってる場合じゃないんですよ、ねうん。そんなの一体どこに置くんだって話じゃないですか。迷惑ですよ、それ、ねうん。そういうね、シチュエーションについてね、何にも想像力ない人なんですよ、岸田さん。ね、これ下からそういうのが、ね、アイディア上がってきたらですよ、しゃもじ。おい、それはいくらなんでも今ないだろうと。 ね。うん、むしろそれな何も持ってかない方がましだぞ。という話になるじゃないですか、そりゃ。ね。常識がないんですよ、常識が。ね。例えばですよ、ね。トルコのね、エルドアン大統領を見てくださいよ。ね。エルドアン大統領、その国内的にはね、ものすごく不人気。ね。えー、それから強権政治。ということで不人気かもしれないけども、ね。これね、NATO 構成国でありながらですよ。見事にですよ。 えー、ロシアのプーチンともね電話会談をしてね、えー、そういうゼレンスキーとも会ってですよ見事に仲介役やってるじゃないですかねうんこれ全然岸田さんとはもうね国際的な重みが全く違いますよ、ね、うんで岸田さんといえばですよね無反省にねとにかくウクライナ支援一方でですよ一番最初にね ロシア外交官追放までやってのけたわけですよね。これは岸田さんの独断とされてるんだけども、こういうことはね。宣戦布告の一歩手前と言われてるんですよね。もうそんなことやったらですよ。仲介役なんか夢のまた夢の話じゃないですかね。ただただウクライナの支援ね。一辺倒ね。そして挙句の果ては仲介役の役どころ永遠に失ってですよ。 ね、アジアの国でありながら、国際的な地位をどんどん下げてるんですよ。ね。そのことに気がつかない。ね。そして、バイデン大統領とね、あのー、会談したね、えー、日のことをね、覚えてると思うんですけどもね、覚えてる人、覚えている人もね、少なくないと思うんですけども、えー、これね、会談終わってですよお、そしてホワイトハウスのね、えー、この廊下かなんか歩いてくるね、2人の姿、映りましたよね。 バイデンにですね、ね、岸田さんはね、肩に手を置かれてですよ。ね、首のところを掴まれてですよ。で、なんかね、言われてるんですよ。おいおいおい、みたいな感じでね。これどうですかね。まあ、アメリカ人はね、えー、ザック・バラーにそういうことをね、よくするんだ、みたいなね、ことを考えるかもしれないけども、それはね、違うんですよ。これはね、あの、肩、肩に手を置いて、首のところを掴んで、おいおいなんていうのはね、 これはね、もう、なんていうかな、あの、万国共通、目下のものに向かって、いろいろと支え合いてると。それしかないんですよ。それしか取りようがないじゃないですか。ね。なんでそんなことをね、あのバイデンにやらせるんですか。ね。うん。で、日本は属国だということはね、僕はね、それはもう、ね、百100も千も、ね、知ってますよ、それはね。僕もね、あの、週刊誌でそれをね、連載したことありますからね。 だけどそんな屈辱はないじゃないですか。ね。うん。そんな屈辱はないですよ。ね。うん。そして、えー、今回ね、ゼレンスキーにはですよ、会談の時間はないと言ってドタキャンされるということですよ。ね。まあ、要は、要するに、国際的にはですよ、岸田さんとは時間を作っても何の意味もないというふうに国際的に思われてるということですよ。ね。 うん、これが現実なんですよ。ね、何がね、えー、国際問題得意だと、ね。安倍さんの時もそうでしたけどもね、うん。安倍さんなんかね、もう国際会議でね、全然相手にされなかったんですよ。ねうんまあ、それはね、あのー、当時のフィルムを見てもね、あのー、当時のね、様子を見ても分かりますよ。ねうん、安倍さんにね、全然誰もね握手を求めてこないっていうね、そういうね、あの有名というかな。 あのよく見る動画がありますけどもね、うん。だけどね、アメリカの大統領、ね、安倍さんとトランプの中中でもですよ、肩に手を置かれてね、首をつかまれてね、おいおいなんてね、そんなことはね、一度もなかったですよ。ね、よっぽどのことですよ、これ、岸田さんとバイデンっていうのはね。うん、あそして岸田さんをね、このゼレンスキーにねドタキャン食らってからですよ。 まあ、とりあえず平、今ね、今,今ねですよ。今平和で、時間を持て余しているね、この中東のね、アラブ産油国ですね。えー、ここに行ってね、えー、暇を持て余している首脳なんかと会ってですね、まあなんかよくわかんない協定かなんか結んでですよ。ね。そういうことやってるわけですよ。だけども、肝心なところでは常に外される。それが岸田さんですよ。ね。これね、僕言うね、まあ、はっきり言って、 えー、こ皮膚感覚としてねよく分かるんですよ。というのはね、前もね、えー、何回かね、えーまず、ずっと前ですけども、喋ったことがある,あるんですけどもね、岸田さんとはね、僕1時間ばかりね、話したことがあるんですよね。うん、もちろん、首相になる前ですよ、ねえー。でね、この時ね、僕、まあ、何,何のことをね、取材にしに行ったか分かんないけども、全然話にならなかったですね。うん、つまり、えー、そのテーマですね、テーマについて、 えーまあ、まるでね、なんていうかな、のれんに風っていうかね、まあそういう言葉があるじゃないですか、ね。何を聞いてもね、風がそよそよそよっと吹いてくる感じ。<laughs> ね、うん、その受け答えしかないんですよ、ねうん。だけどね、表情を見ると別に意地悪しているようにも見えない、ね。いい人っぽいんですよ。だけど、その答えというのは、そよそよそよというね、 何の意味もない風というね、印象なんですよね。うん。ただそれだけですよ。ね。でね、多分ね、派閥のことを聞きに行ったのかなと思うんですよね。というのは、えー、岸田さんのとこね、えー、部屋で、部屋でね、議員会館の部屋で話聞いて、ね、えー、そのそよそよしたイメージだけを持ってですね、で、その後すぐに、あの、古賀賢さんの部屋に行ったんですよね。で、古誠さんってのは、ね、岸田さんの当時親分ですよね。うん。で、古賢さんとこね、喋ってるとね、 まあ、そうよそうどころかね、もういろんな話がね、ごつごつしてるんだけども、あの、実のある話がね、どんどん返ってくるわけですよ。うん。そうだよねって感じでね、まあ、本音ではそうだよなとか、いろいろ思うわけですよ。ね。まあ、全然ね、政治家としての、なんちうかな、あのー、質というかね、全然違うんですよ。そしてね、それ2、30分話したかと思ったらね、今度なんとその岸田さんがね、親分の古賀さんを訪ね,て訪ねてきたんですよね。 うん、そしてねその時の岸田さんが僕を見てねあっと驚いた顔をしてですねそしてねあやるね君みたいな顔をしたわけですよねうんその時のね岸田さんの表情を見てねああいい人だなだけど絶対にこの人は首相なんかになれるわけないなと思いましたねまあなってるわけですけどもとにかくね何て言うかな政治的な勘がね えー、ないというか、ね。あるいは、あのー、何て言うかな、あまりにいい人。ね。自分のね、深い考えが、どうしても浮かんでこないんですね、この人ね。そういう印象を受けました。ね。うん。ね。<laughs> まあ、そういう人をね、まあ、批判するのもなんなんだけども、ね。うん。だけどね、とにかく、それが首相をやってるというのは、ね。 別に岸田さんを批判するというね意味合いもね、まあ、若干あるかもしれないけども日本,日本の国民にとって非常に不幸だということを言いたいわけですよ。ね、でその岸田さんはですよ、ねえー、この,岸、えーそのね、片腕の、ね、知恵袋のこの木原官房副長官ですねそのスキャンダルからもそよそよと逃げてるわけなんですよ。ね、そよそよと風に乗って逃げてるわけなんですよね。 うん、でねこの木原さんのねこの疑惑問題スキャンダルですねこれはどういったものかというとねこれはもう何度も何度も喋ってるからね、うん、僕の動画をね見ている人はよくわかってると思いますけどもまあ文春砲がね何発か撃ったわけですよね、うん、まずね最初に撃ったのはこの妻栄子さんですね妻栄子さんとは別の愛人、ね、B 子さんのお家から木原さんは B 子さんの運転する車で官邸にね、通勤してると。そしてさらに B 子さんと木原さんとの間には、まあ、隠し子がいるということですね。そして木原さんというのは実は、これ僕に入ってきた情報ですけども、ここだけの話、ある銀行の頭取の娘との結婚話があったんですよ。だけど、ね、えー、そういう結婚話があったんだけども、それと同時並行で、銀座ホステスだった この今の妻の今妻 A 子さんその間に子供ができちゃったわけですよね。うん、でなんとそのすぐ後に今愛人の B 子さんとの間にも子供ができちゃったわけですよ。ね、で先にできた A 子さんと結婚することになって、ね、同時並行できたこの頭取の娘さんとの話は破談になったということなんですよ。そ、ね、そしてのの B 子さんとの関係は いまだに続けているというね、なんとも破天荒なですね <laughs>、ことをやってるわけですよね。うん。そうしてさらに破天荒なのはこれからでね、文春法はさらにね、第2弾といったわけですよ。ね。実はその A 子さんはバツイチで、ね、前の夫が不審死を遂げていたと。ね。ところが、これが実は A 子さんの犯行じゃないかと、というふうに警察は考えていたと。そして28 2018年10月に、 再捜査が開始されたと、ね、で、この再捜査でですね、英子さんの実家が家宅捜索を受けて、英子さんも木原さんも警察の事情聴取を受けたと。ね、ところが、どういうわけか。この2018年10月に、木原さん自身がですよ、日本の全警察を支配下に置く自民党情報調査局長に就任したと。そして ね、そのほぼちょうど1ヶ月後に突然再捜査は中止になってしまったということですよ。大変におかしいことが起きたわけですよ。ね、それでまあ,あこれを含めて、ね、で新しいネタもあると思うんだけども「文春」の追求はさらに続くということですよ。ねうんね、そういうですよ「この文春」から録音ク、ねえー、録音されたですよ。 照準を定められた木原さん、ね、でそういう木原さんというのは、岸田さんにとって一体どういう存在なんだということですよね。うん。で、これで僕が思い出すのはね、えー、これも報道されましたけどもね、えー、これね、ホワイトハウスで、えー、このバイデンとのね、えー会えー、会談が終わった木原さんが、この日本の報道陣のね、ぶら下がり会見に応じたわけですよ、ホワイトハウスでねで。そしてなんとその後ろで木原さんがね、 ポケットに手を突っ込んだですよ。岸田さんが一生懸命こう喋ってるのにね、ポケットに手を突っ込んで、ボーンとそ空かなんか見てるんですよね。<laughs> これもちょっとね、何 <laughs> とも言えない写真、写真っていうかな、動画っていうかな、あーフィルムでしたよね。うん。まあ、それがね、あのーあ、なんていうかな、キアラさんの存在を象徴してると思うんですよね。うん。そしてね、ね、えー、その前後してですよ。バイデンにね、 肩つかまれてですよ。で、首に手をね、やられてね、岸田さんね、何事か囁かれてですよ。その岸田さんがね、まるで硬直したようなね、姿勢でね、どうしていいかわからないみたいなね、そんなような感じでしたよね。まあその意味はね、今説明ね、さっき説明しましたけどね。で、どうもね、僕がこれね、この写真から思うにですよ、ポケットに手を突っ,突っ込んだ木原さんですね。これね、木原さんの役どころというのは、 これはね、多分ね、岸田政権ね、岸田内閣に、方々からね、自分勝手な政策要求が来てるわけですよ。ね。政策要求が。これはね、多分ね、多分っていうかな、官僚とか業界から、もう利権まみれのね、政策要求がいっぱい来てるんですよ。ね。うん。もう岸田さんには、えー、その政策の哲学なんか何もない。ね。えー、みんなも分かってますから。 もうね、もう利権まみれの政策がいっぱい来てるわけですよ。ね。で、それをね、そういう自分勝手な政策要求を、なんとか交通整理してですよ。ね。そして適当な言い訳をつけて断ったり、まあ、それらしいね、えー、言い訳をつけて政策にまとめたり、それをやってるのが、ね、これ、木原さんの仕事なんですよ。ね。うん。だからね、えー、これ、アメリカのね、あのー、中日大使の、 ラーム・エマニュエルですね。それと桐原さんがね、どうも合ってるんですよね、うん。つまりね、アメリカだってですよ、これね、日本最大のプレッシャーグループ、圧力団体と言ってもいいですよね。日本最大最強の圧力団体ですよ。ね。これをやれと言ってね、来てアメリカに勝てるね、えー、人は誰もいませんよね、うん。で、そういうね、ラーム・エマニュエルと会う。 いうね、そういう役どころを持っている木原さんというのがですね,ねこれエマニュエル大将を通じてアメリカにもいい顔をしているわけですよ。ね、でエマニュエルっていうのはねラーム・エマニュエルっていうのは前もね、あのーえー、じっくり説明しましたけど実はアメリカ民主党における大物,大物議員なんですよ。大物なんですよこの人ね。えー、最初はね駐、あのー、中,中国大使これにね着せ、あのー、られたんだけどもこんなね大物ですよ あの中国はね、受け入れるわけないんでね、そこで急遽交代して日本の大使になったんですよね、エマニュエルがね。うん。で、こんなものなんだから、これはね、情報は当然バイデンにほとんど直通ですよ。ね。うん。まあ、国務省を通じてね、行く分もあると当然思いますけどもね。で、そういうエマニュエル情報を聞いてね、聞いてるわけですよ、バイデンは。ね。で、そのね、エマニュエル情報っていうのは木原さんから来たものですよね。で、木原さんっていうのは、 ポケットに手を突っ込んでね、あの、何て言うかな、岸田さんのことを、まあ、はっきりはバカにしてるわけですよね。で、その情報が、バイデンの耳に届くわけですよ。ああ、なるほど。アイスイアイスイアー、岸田ミスター、岸田そんなものか。手、レベル低いね。とかね、そんなような感じで聞いてるわけですよ。だから、実を言えば、バイデンは、バイデンは岸田さんのことを、ね、心の底をこでバカにしてるわけですよ。ね。お前はこんなこともわかんないのか、と。 え、ね、マニュアル情報によればお前こんなこともし知らなかったのかみたいなねことで首,首根っこ捕まえておいおいこれはなこういうことなんだからな気をつける発言になみたいな <laughs> そんな感じになってると思うんですよね、うん、これが木原、えー、エマニュエルそれからバイデン、ね、そして首根っこ捕まえられた岸田さんっていうその構図なんですよ、ねうん、そして、ね、その木原さんをね えー、このね対米、えー、関係はともかくとしてですよ国内政策においてはまずマイナンバーカードですよ、ね。マイナンバーカード。これマイナンバーカードっちたらねまず来年のね、えー、マイナンバー保険証ですねマイナ保険証。ねこれ来年秋にマイナ保険証に一本化して今の紙の保険証が廃止されるということをね、まあ、政府は打ち出しているわけですよ、ね。これって本当にやるのかっていう話ですよね。 あー、うん、まあそこでね木原さんがですよおこれねえっ、ー、と六月二十三日の TBS のね CS の番組でですね、えー、これはねその方針には変更ないというふうに表明したんですよね、うんまあしかしね一応ね、えー、来年の秋から最長一年間はさらに最長一年間は、えー、この軽化措置として紙の保険証も使えると。 いうふうなことも言ってるんですよね。そしてね、その前日ですね、実はその前日に、ね前日にですよ、岸田さんがね、えー、言ってるんですよ、ちゃんとね、どういうことかというと、この来年、あすみません、来年秋のですね、えー、この紙の保険証廃止ですね、これをね、さらにもう1年延ばすと、ね。うん えー、事態の鎮静化をね測るためにもう1年延ばしますと言ってるわけですよ。ね、そしてさらにですねえー、っとこれ記事によればねこれ g 通信の記事なんですけどもね、えー、さらにあのあの何て言うかなこれねあさらに事前の打ち合わせの段階ではですよこのね来年再来年そしてそこでもダメならだめならまださらに引き延ばすとね。 紙の保険証廃止の時期をさらに伸ばすということもね、話し合われてるということなんですよ。ね。うん。で、これね、どういうことかというとね、どういうことをね、僕は言いたいかというと、要は、来年秋にですね、紙の保険証を廃止するのか、あるいは再来年まで伸ばすのか、ね、さらにまたそれをですね、半永久的に伸ばすのか、何も決まってないということなんですよ。 ね、うん。で、これはね、岸田さんはもちろん、実質的なね、このマイナー、マイナンバーカードの旗振り役やってる木原さんにもですよ、あるいはデジタル大臣の河野さんにも、厚労大臣の加藤勝信さんにも、誰も決められないということなんですよ。ね。つまり、誰一人、未来について知ってる人はいないということなんですよ。こんな政策ありますかこんな政策。<laughs> ね。 こんななな無責任な政策ないでしょういくらなんでも。ね,でね、なぜこんなことが起きるのかということで言えば、これ何度もねあの、説明したんですけども、今のマイナンバーカードというのは、マイナンバー制度というのは、ゼロから,、ね、ロから設計し直さなければ、うまくいかないんですよ。僕はこのね、専門家、プロの人からもうじっくり話を聞いてるんで分かってるんですけども、ね、ゼロから設計し直さないと、これは無理です。 うん、はっきり言ってずっとこれからですよこういうねえ何、ー、て言うかなああダメだったやっぱりダメだったねやっぱりこういう阻語が生じたとか言ってですね点検作業が永遠に続くということですよねうんねこれはどうしてねこういうことをねなってきてるかというとねこのマイナンバーのこのリンケージですね紐付けこれね安倍さんの時代にですよ安倍政権の時代に 必ず利権がついて、あらゆる業界から、ね、参入してきたんですよ、ね。うちの業界もリンケージさせてくれ。うちの業界も、うちの業界もと、ね。そしてそのために金が動いたわけですよ。ね、そのためにね、安倍さんとかまあその周辺はね、まあ、うまい汁をね、躊躇をやったわけですよね。うん、でね、もうとにかく、そういうね、リンケージですね。そのいうリンケージ。こんな設計じゃね、うまくいかないということはね、 もう今や IT 業界ではね、もう分かってるんですよ。ね。だけど、えー、そういう話がもう出来上がっちゃっているんでね、安倍さん時代にですね、利権はすでにもう出来上がってしまってるんですよ。なので、後戻りできないんですよ。ね。後戻り、後戻りしようとしたら、あの話どうなってるんだっていう話になるじゃないですか。ね。例えば IT 業界ね、IT ゼネコンがね、やってるね、IT 業界。みんなそれを当てにしてやってるわけですよね。 うん、ところが、設計ゼロに戻しますと言って、え、じゃあどうするんだよ、俺たちっていう話になるじゃないですか。ね。うん。なので、後戻りできない状態なんですよね。うん。で、なんでこうなってしまったか。ね。はっきりね、今、犯人を名指しすればですよ。まず第一に挙げなければいけないのは安倍さんですよ。安倍さんが、まずこれをね、えー、最大の旗振り役をやってやったということですよ。それから、その時の官房長官の菅さんですよ。 ね、それをもちろん止めなかった。それから政調会長の岸田さんですよね、今の首相。止めなかった。ね、そして今、ね、これを取りまとめようと、ね、している木原さん、もうすでにお手上げ状態ですよ。ね、お手上げ状態、ね。だから木原さんが何と言おうとね、もう来年ね、紙の保険証を廃止するんだ。ね、とか何とか言ってもですね、もうこれ何,何の、ね、保証も何にもないんですよ、ね。それぐらいひどい状態ということですよね。 それからね、思い出すのすのはでよ、えー、これ子供予算ですねこれねえー、異次元のね少子化対策といってね子ども予算ね予算をとにかくねバーッと増やすんだっていうねことを言ったじゃないですかねそしてその座源ということもね今問題になってるわけですけどもね社会保険料のアップとかですね問題になってるんだけどもそれについて聞きねそれについて木原さんは失言しちゃったんですよね、うん、これどういう失言をしたかというとねこういうふうに言ってるんですよ 子供が増えれば、それに応じて予算は増えます。出生率が V 字回復すれば、割と早いタイミングで倍増が実現されます。とかね、テレビで言っちゃったんですよね。これね、とんでもない話でね。ね、子供が増えれば、それに応じて予算は増えるなんて言ったらね、みんなびっくりするじゃないですか。ね。うん。まあ、これどういうことかというとね、まあ、実際はね、あのー、この少子化というのは、もう日本はね、 もうう止めよよがないんですよね、うんえー、実際のこのけん研究者はですねもう100年間減り続けるというふうにもう結果出してるんですよ。ね、でせめてその減るスピードを減らさなければ減、ねえー、るスピードを弱めて下支えしていかないと本当に大変なことになっちゃうぞと、ね、いうことなんですよ。ね、ところがそういうね研究者のね研究ね えー、もうね、ちゃんとあるのに、えー、木原さんなんて言ったかといえばえ、出生率が V 字回復すれば、割と早いタイミングで倍増が実現される。子供が増えればそれに応じて予算は増える。っていうね <laughs>、これもう本当に漫画みたいなこと言っちゃってるわけですよね。うん、これでみんな驚いちゃったわけですよ。ね。えー、ね、うん。つまりですよ。ね、今言ったように、本当は、 このままでは少子化というのはとどまることを知らないので子ども予算を倍増してなんとかそれに少しでも歯止めをかけようというのが異次元のの少子化対策の趣旨なんですよね。ところが木原さんはまるで逆で子どもが増えればその増えた数によっておのずと予算は、ね、それに掛け算しますから予算は増えていくとそういう趣旨の発言をしちゃってるわけですよ。 まるで趣旨が逆なんですよ。ね。なのでね、これね、相当ね、えー、これレベルの違う出現だということで、<laughs> ね、あの、反響を呼んだんですよね。うん。でね、自民党のね、三原淳子参議院議員ですね。ね、この人ね、自民党ね、なんだけどもね、自分のね、ツイッターでね、えー、これ木原さんの発言をね、引用してね、え、予算倍増ってそういう意味で使ってたのとかね、 そういうふうに、ね、驚きのね、驚きのツイートを思わずしてしまったというね、エピソードもあるんですよね。うん。まあ、そのぐらい木原さんね、これね、ちょっと頭が混乱してるんですよ。ね。まあ、それからね、えー、思い出すのは安倍さんの国葬ですよ。ね。安倍国葬。ね。これ、安倍さんの国葬っていうのはね、一体ね、どういう、どうしてこうなったかというとね、まあ、これ、フラッシュがね、えー、その内情をね、えー、これ、書いているんだけども、 えー、これ最初ね言い出したのはね麻生さんなんですよね麻生さん麻生さんが、えー、言い出したんですよ最初ね内閣と自民党の間ではその内閣と自民党の合同層まあこれはまあ普通のね、えー、葬儀のあり方ですよね首相がなくなった時のまあそれで行こうという話進んでいたんですよところが麻生さんが突然ねいやそれだといやそれだと保障が騒ぎ出すこれは困るっていうようなことでね えー、岸田さんに3回も電話してきたということなんですよ。ね、えー、そしてね、えー、これね、えー、麻生さんがね、粘ってね、これは理屈じゃねえんだよというようなことで、<laughs> とにかくね、押し切ったという, <laughs> ということなんですよねあ。そういうことなんですよ。ね、なのでね、これね、<laughs> 岸田さんはね、まあ、それに押し切られて、とにかく国葬ということをね、あのーまあ、自分の、ね、発案ということでどんどんやったんだけども、ね。 えー、発案は発案なんだけどもねどん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 ね後ろに退いているんですよね後ろに退いてるねそしてその後ろに退いている影にはこれ木原さんのね、えー、この日和みがあるんですよねうんねえー、これどういうことかというとねこれ木原さんがね要するにね、えー、こういうことを言ってるんですよねえー、国葬は国葬でも要するに天皇の葬儀ですね 体操の例ですね。それとは同列ではないと。全然違うんだということを言ってるんですよね。うん、つまり天皇の葬儀、体操の例はね、えー、これ憲法7条の、えー、天皇の国事行為、ねえー、ということで、えー、その国事行為をやるですね、内閣府設置法というのなんですよね。うん、で、えー、その内閣府設置法、それを、それで、 とにかく安倍,安倍さんの国葬をやるんで、えー、天皇の国事行為による国葬とは違うんだというようなことを言ってるんですよね。うん、だけどもとにかくね、あのー、そのね、安倍さんの国葬については、その、まるでね、あのー、法的な根拠がないんですよ、法的な根拠がね。うん、これもね、当時ね、あのー、じっくり説明したんだけども、つまりね、あのー、 天皇の国葬というのはこれ、大層の例といって、戦前まではね、ちゃんと法律があったんですよね。うん、法律があったんですよ、えー。だけども、戦後はね、それがなくなったんですよね。なので、えー、なのでですね、えー、これはねあの、えー、首相のね、首相のねあの、この国葬ですね、これは法律の根拠が戦後はないんですよ。ね、戦後はない。 ということで、えー、とにかくね、えー、岸田内閣は、この内閣設置法、43項、33項っていうんだけども、この内閣設置法に基づいて、えー、やったんだけども、実は内閣府設置法というのは、ね、さっき言ったこの天皇の国葬、つまり体操の例ですね、それをやるための手続き法なんですよ。ね、そのための法律なんですよ。首相の国葬を、 やるための法律じゃないんですよ、す、ねうん、えで、ー、それをですね、その内閣府設置法を根拠にしたんで、それは違うと、ね、法学者、憲法学者はみんな指摘してるんですよ。ね。うん、で、でね、こういうふうにですね、あの、とにかく内閣府設置法ね、これ違うんだけど、本当はね、だけどそれでやりましょうと、ね、そういうふうに、 うまくとにかくなんとかごまかしましょうと。そういうふうにやるのが、ね、木原さんの仕事なんですよ。ね。ごまかし続ける。これが木原さんの仕事なんですよ。ね。うん。ごまかし役。つまり、木原さん自身の私生活人生と全く同じなんですよ。ね。全く同じ。ね。なのでね、えー、これはね、 えー、去年の10月にですねこれ「週刊現代」でね、えー、これ記事が出たんだけども、えー、これはね <laughs>、えー、そういうねあの木原さんですねやっぱりミスが出ちゃったんですよねミスが。どういうことかというとこのニーサっていうですね少額投,投資非課税制度があるんだけどもそれをね恒久化するというね、えー、こういうね、えー、とにかく政策があるんですよ。ねねこれを、ね あの岸田さんは木原さんに命じて早くそれをねとにかく準備をしとけというね指示をしたんだけどもギリギリになってねあそれ忘れてたみたいなことがねあったんですよねうんなのでね岸田さんがねさすがにこれ怒っちゃった怒っちゃったというような話がねこの週刊現代に載ってるんですよねうんねで木原さんっていうのはねとにかく岸田さんにとってはそういうね交通整理役政策のねあるいは ごまかしあ、ね、とにかくねこのさっき言ったねこの木原さんの妻栄子さんのねこの大スキャンダルですね,ねありましたねこの前の夫のねこの不審死、ね、それに関連してるのではないかとでその話はねとにかくねあの僕の耳に入ってきたのは僕の耳に入ってきたっていうのはね あのまあそれはねいつ頃からねそういう話が出てきたんだという話ですねどうもね去年の末あたりからね流れ始めたらしいんですねうんあとちょっとねそれ詳しい話はわからないんだけどもね、うん、で当然ながらですよこの「文春」としてはね、まあ、今年に入ってね取材をねあの、まあ、木原さんに気,気がつかれないように本格化したと思うんですよねだけども いつまでも木原さんの耳にね、入らないわけはないですよね、これね、本人のね。そうなると木原さんとしてもね、まあ、気がそぞろじゃないですか。ね。ということは、岸田官邸って言ったのはね、ますます機能不全になりますよ。ね。うん。そして、それでも岸田さんは木原さんを切る選択肢がないと。そういうね、非常なる弱みがあるわけですよね。うん。ね。で、なぜね、 今ずっと喋ってきたんだけども、なぜ岸田さんには木原さんがいないとだめなのか。ね。岸田さんにはね、そういう政策を交通整理する能力がないんですよ。ね。うん。ね、そういうことをね、またはね、そういうことをしなくても、交通整理をしなくても、自分はなんとしてもこれをやるんだっていうね、強い意志も、ね、政策に対する考えもないんですよ。ね。なので、 どうしてもね、上がってくる政策をうまく交通整理して、そして順番をつけて打ち出していくと。ね。それしかね、岸田さんはや,や,やるべきね、やるべきっていうかな、えー、やることがないんですよ。で、その仕事は、木原さんしかできないと岸田さん思ってるんですよね。うん。で、岸田さんというのはね、えー、財務省出身ですよ。ね。うん。財務省出身ですね。ね。 え当然ね、岸田さんは高知会出身、高知会,会会長ですから、財務省からのね、政策要望が,要望がね、強いし、多いわけですよ。ねなので、これからね、増税増税、また増税ですよ。ねなので、そのパイプ役には木原さんが一番便利なんですよ。ねあでどこの国でもそうなんだけども、この官僚のね、ビューロクラットですね、この官僚システム、これをうまく使いこなしていくのが現代政治なんですよね。うん だから自民党でもね、えー、そうだし、民主党政権でもですよ、2009年にあった民主党政権でも、官僚出身者の政治家っていうのが勘所に置かれるんですよ。ね。これはね、仕方ないことなんですよね。で、民主党政権の場合は、経産省出身のね、経産省出身の松井浩二さん。まあ、この人が勘所に置かれたわけですよね、うん。ね。うん。だけど、これね、自民党の岸田政権における木原さんと、 民主党の鳩山政権における松井さんと決定的に違うところはどこかといえば、これはね、一言で言えば、政治における志があるかないか。ね。あるいは、えー、ね、政権自体に志があるかないか。そういう一点に尽きると僕は思っています。ね。これね、えー、民主党政権はね、どういう政権だったかというとね、 政策をですよ。利権ではなくて、国民の生活ね。日本社会を第一に考えて打ち出すために、どういう政治システムに改造していくか。ね。どういうふうに官僚ビューロクラットをコントロールし、コントロールしていくか。ね。続めて言えば、財務省をどういうふうに政権側がコントロールしていくか。そういうことをね、日々の政策を考えながら、 構築してていいく作業をやっていたんですよ、ね、なので、畑目には非常にガタガタしている政権に見えたわけなんですよ、ね。ちょうどね、あの、イメージとしてはね、渋谷駅。渋谷駅ね、大改築しながらですよ。まあ、日々のね、このステーション業務をこなしていったわけですよ。ね、非常にガタガタしているように見えたじゃないですか。だけど、あれをやらなければ、新しい渋谷駅は生まれないんですよ。それと同じなんですよ。新しい日本政治。 これを生み出すためには、ガタガタとした時期を経なければならないんですよ。ね。これはね、長い間、結構長い間続くかもしれないけども、それも我慢しなければいけないんですよ。ね。それをね、書いたのが、この僕のね、書いたのが、職業政治家小沢一郎なんですよ。その中心にいたのが小沢さんなんですよね。うん。でね、それをやっぱりね、日本国民はやっぱりね、あの、ちゃんと考えなければいけないんですよ。ね。 うんね、ところがですよ自民党の岸田政権の場合は今までね見てきたように官僚側業界側が利権に基づいてそれぞれ勝手に政策を出しているわけですよ。ね、で、えー、こういうね大改築うこの政治の姿政権がね大改築していないのでそこにね座らせられた木原さんはができるのは せいぜい交通整理。それも、なんとかごまかしながら、ね、えー、やる交通整理ですよ。当然、ね、その政策に対する理解も、中途半端なものとなって、失言を繰り返してるわけですよ。ね。うん。ね。当然ながら、そこでね、政治の仕事に対する、木原さんの使命感も、当然、日々薄れていくわけですよ。ね。こんなことやってて、俺いいのかなと。 ね、そうして夕方6時になるとそわそわしだすわけですよ。ああもう疲れたなこのごまかしの仕事もういいや。さーて今日は誰と飲むかなみたいなね。A 子ちゃん B 子ちゃん C 子ちゃん誰がいいかなみたいな感じだね,ね。それで10人20人毎晩のようにはべらせてうさを晴らしてね。ああなんだよ岸田なんか俺の部下みたいなもんだぜ。みたいなね。うん。そしてそこに集まってくる。ね。アリのように集まってくる。 うーこの裏世界の人たち、ね、インテリア者、ね、木原さん、いや、今日は木原さんとお会いできて、とても光栄でございます。私はなんとか商事の佐藤でございますみ。みたいな感じでね、これ、どんどん黒い交友録ができてくるわけですよ。ね。なので、木原さんは政治をやる資格がない。と同時にですよ、ここで何を言いたいかといえば、えー、岸田自民党政権の象徴的存在であるということですよ。 ね、でこういうですよ、ね。まさに政治以前の状態を脱しなければ、ね、日本政治は何も変わらないということなんですよ。もう一度、もう一度っていうかもう2回か3回、4回ぐらい民主党政権のガタガタをね、経ないと日本政治は前に行かないんですよ。それが現代人である我々の使命なんですよ。ね、我慢して渋谷駅を 我慢しなければならないんですよ。ね。そのことを理解しなければいけないということなんですよね。ということでね、今日はね、本日は、あこの木原問題ですね、その背後にある本質、政治の本質ということを喋ってみました。まあ、ということでね、もう時間もね、かなり長くなってきたと思うんでですね、えー、最後にね、えー、CM タイムいただきましてですね、短めに、コロナ日本国書、僕が書いた本ですね。ねコロナ対策、ねこれからですね、 コロナ対策から日本の政治がよーく見えてきたんですね、うん、これはいい本だと僕は思います。それから、えー、福田村事件ですね。これ、関東大震災の時にね、えー、まさにね、あのー、讃岐弁しか喋れないね、四国の人たちがですね、関東に来てね、お前ら日本人じゃないぞということで、えー、むごたらしい死に至らしめられてしまったというね、そういう事件を掘り起こしたものですね。これ、領書です。領書ですね。それから ジリリー・アンドリウス自伝ですねこれはまた打って変わってですね、えー、イギリスのですね、貧しい家庭からね、国際的なミュージカルスターになっていったね、ジョリー・アンドリュ、えース。それがね、自分のラブロマンスも含めてですね、えー、嘘偽りなくですね、書いたね、えー、本なんてね、非常に本を読む楽しみがね、味わえる本なんですね。非常に良書です。ね、ぜひ読んでいただきたいと思います、えー。というわけでね、今日はちょっと長くなったと思うので、えー、これで終わりたいと思います。 どうもありがとうございました。